お土産を買いました。先輩にあげます。何と言いますか？1。これ、お土産です。どうぞ。2。お土産、いただきます。3。お土産を買っておきます。明日、二人で映画に行きたいです。何と言いますか？1。明日、映画に誘いましょう。2。明日、映画を見に行きませんか？3。明日、映画に行きたいそうですよ。黒板の字が小さくて読めません。先生に何と言いますか？1。すいません。よく見えません。2。すいません。読んでもいいですか？3。すいません。書きましょうか？先生に今相談したいです。何と言いますか？1。いつでしょうか？2。ちょっとよろしいでしょうか？3。相談してくださいませんか？友達のペンを借りたいです。何と言いますか？1。ペン貸してもらえる？2。ペン取ってあげる。3。ペン使ってくれる？男の人の花はどれですか？わあ、たくさん花が飾ってありますね。ええ、今日授業で生け花を習ったんです。タンさんのはどれ？僕がやったのは、あの大きい花が2つある。ああ、あれ。下の方に小さい花をつけた枝が2本あるの？いや、あれじゃなくて、大きい2つのうち、1つは上の方、もう1つは低いところにあるのがあるでしょ？ん？どっち？小さい花の枝が1本だけの方。ああ、綺麗ですね。男の人の花はどれですか？男の人の自転車は今どうなっていますか？あら、新しい自転車ですか？いいえ、前と同じですよ。そうですか。ええ、ただ荷物を入れるところを変えたんです。はあ。前は後ろにあった荷物入れを前につけたんです。その方が便利ですか？そう思ったんですけれど、両方にある方がいいでしょうかね。男の人の自転車は今どうなっていますか？男の人と女の人が新しい家につけるドアを選んでいます。どのドアにしますか？今度建てる家、玄関のドアどれにする？ドアもいろいろあるわね。うん。木でできたものがいいと思うんだけど、これはどう思う？大きいガラスの窓のついているの。明るくていいけど、窓が大きすぎると少し弱くなるんじゃない？それより、この小さい窓が3つ並んでいるのはどう？そうだね。でも、同じ小さい窓が3つでも、まっすぐ並べてあるんじゃなくて、この、いろいろなところについているのはどうかな？
ちょっと面白いわね。そうしましょう。じゃあ、これを頼んでおくよ。お願いね。新しい家のドアはどれになりますか？男の人と女の人がスポーツについて話しています。女の人がするスポーツはどれですか？木村さんはどんなスポーツをするんですか？何だと思いますか？ジョギングとか水泳？いやー、一人でするスポーツはダメなんですよ。じゃあ、二人でするものならテニス？ボールを使うのもあまり。じゃあ、何ですか？投げたり、投げられたりするようなスポーツ。女の人がするスポーツはどれですか？夫婦でカレンダーを見ながら旅行の計画を立てています。二人はいつ出発しますか？お父さんの休みって8日から18日までだったわよね。うん。旅行どうしようか。3日間か4日間かな。3日間がいいよ。そうね。じゃあ3日間にしましょう。休みが入ると高くなるし混むから、土曜日曜はやめた方がいいんじゃないかしら。そうだな。14日も休みだね。ええ。14日も入らないようにしましょう。二人はいつ出発しますか？